バンは、トルコ共和国東部の都市。人口は28万人。バン県の県と、トルコ共和国で最大の湖であるバンコの東岸に位置する。ワントも表記。バンに残る遺跡紀元前9世紀頃から、紀元前6世紀頃まで、ウラルト王国の首都として、都シッパと呼ばれていた。その後、アルメニア王国の都市として栄えた。 西暦628年から640年まで東ローマ帝国の支配下であったが、アラブ人イスラム教徒によって侵略される。アラブの勢力が衰えると、地域のアルメニア人の統治者が現れる。統治者は最初はアニ王国に頼っていたが、908年にバスプラカム王国の樹立を宣言する。この王国は特定の首都を持たず、裁判所はバンや他の町と持ち回りであった。 1021年バスプラカン王国の最後の王ジョン、セナカリム・アーツルーニーが、東ローマ帝国に領土を引き渡す。1050年代に入ると、セルジューク・トルコがバスプラカンを侵略し始める。1071年にマラズギルトの戦いで勝利した後、周辺一帯を支配下に置いた。その後1240年代までの20年間、ルームセルジューク朝の支配を受ける。 1240年代になって、町はモンゴル軍によって占領される。14世紀には黒羊朝とティムール朝の支配を受ける。15世紀前半、バンはオスマン帝国とサファビー朝によって領有が争われる。1502年、サファビー朝がバンを占領したが、1515 15年オスマン帝国にとって変わられる。しかし長くは続かず。 1520年、サファビーアサが再び町を奪還する。最終的に1548年オスマン帝国が町を支配する。第一次世界大戦時、1915年4月20日、バンのアルメニア人がオスマン帝国政府に対して放棄し、町を占領した。その後すぐに、オスマン軍はバンに侵攻し、アルメニア人住民を追放するが、その際に、 多くのアルメニア人が殺されたとされる。ありがとうございます。